とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワーを怒りでクリアしていきたいと思います。今回雑魚が出たりするのでちょっと使いにくいんだけども、早くはいける気がする。まあ挑戦してみましょう。7回報酬で怒りですね。で、凍結が気になるので凍結耐性のあるスノーアーマーを装備してきてます。で、ユニークで覆われた怒りですね。うん、これでだいぶダメージはね稼げるとは思うんですけども、どうなんでしょう。まあ、とりあえず追い打ちと臆病をちょっと多めに入れようかな。うん、これ臆病が入ってるので多分強いはず。ではイリュージョナーからですね。やっぱりね、怒りを使うのであれば、うん、キノコ欲しいんだ。はい、イリュージョナーおいで。本物そこね。もうちょっと待って、ブラインドかかってる。最悪です。でも大丈夫、本物はどこかはすぐ分かるんで OK。行くぞ。よし、オッケー。うん、まあ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 かな。まあまあです。はい、行きまーす。しゃ、やっぱりダメージやっぱり受けるね。うん、ダメージ覚悟でいく感じになるんでしょうね。いくぞ。うん、よし、オッケー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 。まあ、凍結耐性が若干効いてるか。ここは何もいらないね。いきましょう。でドラ使って一気にいけば、ああできれば、よし、臆病が効いてる間に行きたかったけど、まあしょうがない。行きましょう。で、この雑魚がね、怒りは難しいんだわ、雑魚倒すのが。まあ、難しくはないかもしれないけど、めんどくさいよね。終わり。はいはい、まあ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 、そこそこ早いかな。んで、ここで、乱射のクロスでしょ。で虚無をつけるわけでして、で虚無からの3倍ダメージの怒りで攻撃。ああ、まあドラも入れたらさらにか。うん、どうでしょうね。ではネクロマンサー、まあこれは落とせる、落とします。よし、うーん、微妙いやー、落とせたけどなんか微妙だな。よっしゃ、やばいやばいやばい、危な。よし、あぶね。いやー、なかなか難しいと思う。うん、これは慣れが必要だな。あー、でピグリン取ると虚無がなくなるのでダメなんだよね。このまんま行きます。ここは虚無つけて、殴っていこうか。でも倍率はそこまでは出せないね。 OK、 行きましょう。どれぐらい早く倒す。いやいや、そんな早く倒せん。うーん、まあまあだな。そうね、これならソーブレードいった方がいいような気はするよね。よし、 OK。 でまたドラ使って虚無でいきましょう。ドラ、うーん、まあまあまあこんなもんか。トゲダメージが痛い。
むし、3ターンで倒せないところがちょっと嫌かな。ターン数かかるね。よし、 OK。 で次、ダメ殴れない次で倒せるから OK。 HP を回復しときましょう、念のためね。よっしゃ、はい、あと一発、これでいいか。どうだ、よし。HP めちゃくちゃ減ったじゃん。回復しなかったらやられてたね。で、ここで、魂のランタンよ。魂のランタンをつけて、ソウルをね、こっから集め出す。そうすると、影の断片を使いやすくなると思うんだ。よし。どうだ？ OK！いや、もうちょっと粘ってソウル試してもよかったけど、まあいいか。まあまあまあ、そこそこ早く倒せる。ここいらないですね。で、ボス、ボスきつそうよね。ボスはきつそう。入れとけ。まだテンペストは先なのでいいでしょう。はい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 、まずは雑魚処理ね。あー、すぐには倒せないか。 OK、 めんどくせえな。嘘、もう危ねえ。嘘食らってるし、もう最悪。ダメだダメだもういやー、戦いにくい。ここマジで戦いにくいな。いや、そうね、多分テンペストも結構これ戦いにくいよ。 OKOK、 まあまあ矢はねまだあるので大丈夫でしょう。 OK、まあ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 、ぼちぼち。いや、これ結構厳しい気がしてきた。 OKOKOK、 雑魚処理して、ちょっとちょっとちょっと、めちゃくちゃ戦いにくい。おいって、よし、戦いに行く。待て待て待て、よし、まあ、もうちょいもうちょい OK。 いや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 、これマジで戦いにくいぞ。よっしゃ、怒りあんまりおすすめしない、きつい。雑魚戦もするならやっぱりキノコがないと厳しいな。で、シナジー1ぐらい入れとくか、せっかくなんでね。 OKOK、 これでいい。パワー99の怒りですね。問題はテンペストよ。テンペストをどんな感じで倒せるか。あっ、危ない危ない危ない、落ちそうだった。で、テンペストまでに虚無さんを入れたいね。入れれる、大丈夫だ。虚無さんは入れれるでしょ。ちょっと待って、移動しとけ。 OK。 いや、厳しいって厳しい、この振りの遅さは。まあまあ、ポーションバリアあるから、なんとかなるか。
でもポーションバリアないと無理だぞ。終わり？よし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 、まあいけなくはない。あ、壊れたビーコンにする。いいか、変わりゃせんか、変わりゃせんね。あ、オッケー。で、これで虚無さん入りました。オッケー。ノビも、まああれか。おーい、倒しにくい、これ倒しにくいよ。おいって、よし、あー、もうマジで倒しにくい。よっしゃ、オッケー。あ、で、雑魚ね、ここね、雑魚だわ問題は。うん、このタワーレイスがきつすぎるぞ。これ待って待って、これ怒りで攻撃しちゃダメだわ。うん、攻撃もらいすぎてやられるよ。オッケー、よし、あとお前で終わり。いや、まだいる、こっちか。いや、きついね、厳しい。いや、でもまあまあまあ、ね、ここよ、問題はここ。このボスがワンパンは無理だと思うな。うん、でもツーパンぐらいで倒せればいいでしょう。よし、 OKOKOK、 いいんじゃない。 OK、 なんとかツーパンでいきたい。通常攻撃は使うなよ、痛い目見るから。よし、オッケーオッケー、うん、ソードもたまる。よし、オッケー、楽しみだ。半分はいくでしょ、さすがに半分は減るでしょう。シナジーも入ってるしね。よし、オッケー。虚無ほら、おお、ツーパンツーパン、これだけ与えれば、ああ十分十分十分よ、いい感じじゃないか。いや、でもまあまあ、それなりのね、犠牲は払わなきゃいけないんだけど、途中がきつくなるっていうね。いや、きちきち、もうちょい、まあまあ、ソウル様っていいけどさ、にしてはちょっときつくないかい。よし、いける、いいぞ、いきます。どうだ、よし、ツーパンだけども、あー、きついな。よし、行きましょう。で、どう、あんまり強くない気はするんだけど、まあまあ、これで行ってみるか。ソウルもね、溜まりやすくなるんで、まあまあいいかな。あぶね、これ近接で戦うのはなかなか厳しいぞ。いきます。ああ、オッケーオッケーオッケー、あぶね、オッケー。いや、きついわ。雑魚戦がとんでもなくきつい、やっぱり。うん、わ、この辺なかなか倒せない。待て、もうちょっと待って、今首をかいてたからね、今首をかいてたよ。よし、あ、デュアルクロスボウにしようか。虚無入ってるね。うん、こうデュアルにしよう。まあ、こいつには意味ないけど、ここを
虚無3だ。んで、耐久力きつくなるんで、防御1。いや、ここでね、使ってってもいいのよ。影のダンプ。いや、使うか。使わないとこれきついよな。ちょっと待って。いや、きっ、いや、この雑魚戦がきついわ。オッケー。オッケー。いきます。よし、まあまあ、ほぼワンパンで。ワンパンプラス毒ダメージっていう感じか。いけたね。んで、毒フォーカス。どう？毒フォーカスどう？いや、いいんじゃない？おうおう、ちょうどだ。いや、ワンパンじゃないと思うけどね。いきましょう。虚無をしっかりと成長させてから行くよ。行きます。虚無ドラ。おお、うん早かった。まあね、怒りで行くと早いよ。クリアは早い。でもきついところが多々あります。なので慣れてない人にはあまりおすすめできないかな。うん。でも使い切れるのであれば20分以内でいけるかもしんない。うん、それぐらいの強さはあります。はい、では報酬見て終わりますね。どうだ、よくないね。虚無3だったらよかった。よろしくない。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。